こんばんは。こんばんは。こんばんは。かわいい？お疲れ様。髪型かわいい、ありがとう。ハーフツイン。レッスンお疲れ、ありがとうね。そう、眉毛出てるの。そうそうそう、アイドル前髪。今日はね、寝ずに待ってた、嬉しい。今日もかわいい、ありがとう。触覚長め、そうそうそう。はーちゃんの配信楽しみに待ってた、嬉しい。あ、だるまもありがとう。こんばんは、だるまありがとう。お花もありがとう。触覚ね、めっちゃ固めちゃった。体調大丈夫です。結婚して花のこと一番好きならいいよー。花かゆ、12期みんな可愛くて困ってる？困ってません？あー、褒めてくれてる。課題にレッスンお疲れ様、ありがとう。さあちゃん配信以来の配信？おお。わ、だるまとかハートありがとう。やっほー、やっほーやっほー、やっほー、来てくれてありがとう。やっほー、こんばんは。はなちゃんしか配信見てない？ほんと？嬉しいな。初配信？今日の。お花ありがとう。ハートもありがとう。そう、前髪ちょっとね、ダメすぎ。明日も学校か、頑張ってね。花もだけど頑張ろうね、一緒に。うん、どういうために起きてた、ありがとうね。せっかくちょっとね、巻きすぎた。ありがとう、ありがとう。今日12期配信少ない？そうか、配信少ないか。収穫つながりそうだね、ピヨーンって。そう、ボイストレーニングだったよ今日は。24時間仕事？頑張って。朝は早起き。そうだね。かわいい、ありがとう。学校、そうそうそう、学校からレッスン行ってる。はなちゃん見ないと一日、なんだろう、嬉しい。でも多分嬉しいこと。今日もかわいい、ありがとうね。ココハンとサラはめっちゃ毎日やってるよね、すごいね。今ね、眠くない、間違いなく朝弱いね。本当にそうだよ。今日ね、もうね、ベッドの上でゴロゴロしながらサラの配信見てたね。ココハンさっき配信してたよね。ハナナの配信見てから寝れます？寝るんですか？サーターの配信見てました。でもね、コメントまで読んでない、眠くて。ラジオみたいに聞いてた。ハナさんに、ハナに弱い？嬉しいな。弱っちゃう。最近寒いよね。そうだよね、寒いの。学校レッスン場ならいい、本当に。自分の活動限界はあと20分。
サータンかあなたのどっちかは新しく好き目に前でもどっちも。昼から夕方まで会議だったの、お疲れ様だね。明日も朝配信、あ、頑張って起きる。朝弱いのよね、ギリギリに起きちゃう。お花ありがとう。可愛すぎて30丸123。サータンからスリーショット送られてきた。私も送ろうか悩んでた。サータンにするんですか。まあいいですけど。俺の夢見ました。俺の夢、私昼公演やばい。12期生で一番美人で可愛いですか。嬉しいな、嬉しいですね。朝弱い？同じだね。朝5時から配信できないです。あ、結婚して、あなたのこと一番好き。おやすみメール来た？あなの虹ありがとう。こんばんは、初見ですね。 SKE で一番可愛いなんて、そんなのはおこがましいですよ。おぼめ来た？今来た？チンパンジーが脱走しました。そうなの？朝もメールもちろん。地球で一番可愛い、嬉しい。今日公演見てきましたが、早く緊急性公演、緊急性公演ってあるんかな、どうなんだろう。もばめきた、嬉しい、よかった。タコ好き、そうタコ好きなの。あー仕事中、おー頑張って、頑張って。イメージカラーグレー、確かにグレーの服しか着てないかも。布団の中からのメール好きなの。今日はガチの布団の中だったからね。そうタコ食べた、そう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 、あのねコンビニで、あのなんだっけ、コンビニでタコブツを買って食べてる。君に重力シンパシーだね。こんばん、イカも好き、そうだねイカも好き。あー体調崩してる人多いよね、わかる。うさ耳あるよけどね、うさ耳はね今日はつけない。え、なんて読むの、ひまかじま。イカお前コンビニ、コンビニのタコ、ね、言っていいのか分かんないんだもん。たこ焼きの外側しか食べないの、もったいないですね。母が食べてあげるよ。タコはタコさん、あそういうこと、うまいね。今か島なんだね。あ、ええちょっと待って、タコ飯ね、タコ飯の素もらった、この間。まあいいか、セブンは大丈夫。そうセブンでタコぶつかって食べてます。初見です、嬉しい、ハートありがとうね。タコをタコね、みんなさらにね、あ初見ありがとう。フグ食べたことないな、待って、これはなんて読むの、みさきはわかる、は、は、羽に豆ってなんて読むの。今日なんか暗いね。うん、はずみさき、はずみさきって読むんだ。星ありがとうね、ハートもありがとうね。はずみさき、SKEの聖地行かなきゃだね。それは踊り食い食べたことないです。ハートありがとう。え
行かなきゃ。てかなんかさ、字面っていうっけ、文字面っていう、あのさ文字の感じ見たことあるよね。だけど知らなかった、ごめん知らなかった。十二期ちゃんですね、頑張ってありがとう。肉より魚って言ってたの聞いたわ。ココハンもね、あの魚の方が好きって言ってた。あ、じゃあもうそれはね、あ、だからか、陸は私見てたから多分それで見たんだ。そういうことだね。え、なになにこれ、ちょっと待って待って、おかしくなっちゃった。ん、あ、そういうこと。じゃあ練習しよう。名前と顔も完璧に覚えた、嬉しいな、ハートありがとう。あのね、この髪型とこの前髪ね、最終オーディションでしたんだよね。違う、ずっと二次審査からずっとこの髪型で言ってる。ハートありがとうね。あ、そういうこと、回転すると治るんだ。え、待って、島の名前がいっぱい。ハートもありがとう、ハートとお花ありがとう。船が出てるんだね。だるまありがとう、橋もありがとう。初音もありがとう。ユニキは花なんしかまだ自信ない、嬉しいな、嬉しいな、嬉しいな。花なんしか見えてないですか。花ちゃん泳げますよ。結婚して、花のこと本当に好きですか。一人だけならいいよ。こんばんは。諸崎、氷釜島、篠島、今日も可愛くてありがとうございます。こちらこそ見に来てくれてありがとう。はななん、はーい。なんか前髪気持ち悪い。ハートありがとうね。十二期は全自信ある。あ、待って、これは読める。佐久島じゃない？バタフライできますよ。私幼稚園の頃から小学校までずっと習ってたからね。こんばんは。はにゃにゃん、はにゃにゃん。今日は学校に行って、学校行ってレッスン。花かゆって、やだ、恥ずかしいな。はなちゃんの沼に引きずり込まれそう。いいよ、片足突っ込んでみな。こんばんは。今日は歌いませんよ。岐阜の人は海に憧れないです。わかんない、私はないです。SKE 水泳大会そんな需要ありますか。もしかしてマーメイドかもね。そう、帰国しより可愛く見える、新しいパソコンだから。どうですか。そうそう、そうです、そうです。海に憧れあるの？まあ確かにね、海いいよね。うん、マレー語？こんにちははスラマッパギーだよね。元気ですかはアパカバーっていう。ハートありがとう。息継ぎできないからハマってる、嬉しい。何があるところ、え、なんだろう、何がある。でも首都はクアラルンプールだよね。今日はテロップ、あ、つけるの忘れた、忘れてた、
忘れてたよ、こんばんは。え、琵琶湖行ったことないんだけど。初配信から見てます？嬉しい。あ、スラマッパギーです。スラマッパギーですよ。スラマッパギー、アパカバーって。で、元気ですが、カバーって言うんです。よくわかんないですけど。それでね、名前言うときは生さやが私の名前はで、だから生さや花って言うんですよね。そんな喋れないですよ。今度もそんな教えれるほど知らないっす。ハナナンに海に沈められてやばいから。お疲れ様ですよ。こんばんは。ハートありがとう。ギフ面はね、そんなにね、あ、テリマカシーってそうじゃん。テリマカシーもあるよね。そう、ね、なんだっけ、なんだっけ、何の話だった。生さやのレッスンしてるよ。何の話してたんだっけ。あ、岐阜弁か。私岐阜弁さ、なんかマレーシアに住んでた時は標準語だったっていうのもあるし、日本に帰ってきてからもなんか微妙になんか丁寧な言葉を使いたいっていう気持ちが出てきてしまって、なんか結構標準語になりがちだけど、たまに出るよ。照れ隠し？何が？こんばんは。岐阜？出身でも標準語。テレビっ子じゃないよ。テレビそんな見ないもん。岐阜生まれだよ。え、なんかさ、違う、あ、なんかよくなんか関西弁って言われる、エセだと思われるよね。なんか友達も言ってた。友達はめっちゃ岐阜弁なんだけど、なんか 大学で友達がね言われたって言ってたのが、なんか最初なんでこの子関西弁喋ってるんだろうって思って、可愛くぶってるんだと思ってたって言われたって言ってた。違うのにね。わっ、ハートもありがとね。ペンライトもありがとう、黄色で。そうそうそう、岐阜ね、エセ関西弁扱いされるの嫌やおね。ああ、こういうやん、そうやん、そうやんとか嫌やおねとか。タイ語、タイ語は知らないけど、タイは行ったことはあるよ。ガバリって言うっていうのは調べて知ってるけど、言わないかも。私は分かんない。先生は言ってる人はいたかもしれないね。岐阜広いからね。そうだね。あ、三重もそのイメージあるかも。お花ありがとう。倉持ちゃんと同居で嬉しい。よかった。可愛いか、可愛くぶるのはどうせ必然ですか。なんとかやわ。言うよ。言う。ほんと使えたわ。あ、これはやわじゃないけど。ほんと使えたわ。えらいわ。あ、えらいを大変ってかきついっていうのって岐阜とかって言うよね。言わないっけ。言うよね、多分。三重は関西に入れられること。ああ、そうだね、確かに確かに。きつい方言は中高年の言葉で若い人は使う。そうなんだ。何、コカハちゃんとなんだ。岐阜に生まれたかった人生でした。どこ生まれですか。愛知も、愛知もなんや。そうね、偉いって言うよね、やっぱ言うよね。
えらい。じゃあ東海ってこと？えらいっていうのは。ギブの長い部屋寝てんだ。なんとかやってってよく言う。いや本当に疲れたんやってとか言うね。デレーライ、デラーって言うよね。こんばんは。風邪ひいて休みますって上司に電話したら偉いんかって言われて超ビビった。確かに知らない人はびっくりするよね。風邪ひいて休み、あ違う違う、同じのだ。静岡も言うんだ。やっぱりそこら辺ってことだね。周辺。毎日花ちゃんレッスン。毎日はねやっとらんよ。熱39度出たの？大丈夫？こんばんは。あパパが言ってる、デレーレゲーって。自転車？あれでしょ、岐阜弁ってさ蹴ったって言うってことでしょ。ママとかパパは言うね。ドエリアもね、夢出た。え、相馬市って言わない。何それ、初めて聞いた。え、ねえメンバーさんみんなね大丈夫かね。ね、蹴ったってね言ってる人は言ってる。マシーンは知らん。愛知も蹴ったなの。え、なんかおばあちゃんとか蹴ったってよく言ってるのを聞く。でもこれが岐阜弁だなって思う一個絶対的なのがあって、それはあのなんだっけ、机つる。あ、チャリっていうね。チャリは言う。うん、チャリは言うわ。私もチャリやった。そう、机を運ぶことを机つってって言われてた。こんばんは。愛知もなの？そうなんだ。はなな、こんばんは。こんばんは。鍵を買うはさ普通じゃないの？ハートと星ありがとう。ハート星。愛知も使うんだ。ボタンを買うも普通じゃないの？こんばんは。鍵を買うって言わん？え？ B氏もなの？タコは普通にゆでタコみたいなの食べたよ。あ、そうなんだ。あ、ハートもだるまもありがとう。うん、鍵買うって言うよね。もう一度。え？え、壊すも言うやろ。あ、でも崩すって言うかな。部屋の鍵買っとけって言ったらどうやって買うんですか。確かに。くらもっちゃんにゆでだこにされたい人生でした。真っ赤っかにされたいってこと。あ、蹴ったってあれなんだ。お金壊す言うよね。ビシャ、模造紙って言うんだ。壊すって言うよ。ハナナン、今日はお風呂前だよ。壊すも方言なんだ。いろいろあるね。待って、次の未完全からさ密着始まるんだっけ。今日も可愛い？ありがとう。もっと言って。関西の人にお金壊すって言ったらお金壊しちゃう。机つって言うよ、岐阜でも。え？
社交もなの？なんていうの？教習所？口元かわいい？教習所って言うんだ。ミンクラおちゃん何でもじゃん。あ、そうなんだ、教習所なんだ。こんばんは。ね、次から映るね。その時にみんながびっくりしないように先に言っておこうかな。放課？何放課って、放課後のこと？社交アイディア、そうなんだ。ガムランボールって何ですか？ハートありがとう。運転免許持ってないです。え、丸一じゃないの？あー、休み時間のことね。あー、確かに放課って言うかもね。栗きんとんの時期だね。そうだね。え、きのこさんに密着されるよね。みんなびっくりしないように先に言っとくと、私髪の毛染めてたよ。じゃあもしさ、最終オーディションのさ映像が映ってたらさ、びっくりしちゃうかなって思って。あ、だるまもハートもありがとね。違う、金髪じゃないよ。疑心？岐阜新聞？あのね、違う、金髪じゃないよ。あの、表面は黒なの。表面は黒だった。だけど中がなんか白っぽいや、なんかね、もともとあの全然わかんないような色を入れてたのよ。なんか青みたいな、あ、青っていうかブルーブラックみたいな色にしてたの、全体的に。でもなんか一回インナーしてた時期があって、インナーでなんか青とか紫とか入れてたのよ。なんだけどインナーが家になってブルーブラックにしてたんだけど、色が落ちて、でここら辺だけなんか白っぽくなってるのたのね、最終オーディションの時に。でこの髪型してたから結構見えてるかもしれないなって思って、ちょっと先に言っとく。なんかね、あんまりね、なんかさ、アハナさ、鬱になってた時期あったって言ったじゃんね、多分。知ってるかな？知ってるよね。知らないかもしれないよね。そう、高校生の時にね、鬱になってたわけよ。で、なんか、その時に、私、電車に一人で乗れなくてね。てか、一人でっていうか、普通に乗れなくて、電車に。怖くて。人の目が。みつりちゃんから？はそう、不登校だった理由は鬱になってたからなので、その鬱の時電車乗れなかった、それがなんでかって、やっぱり人の目が気になってたからなのね。でだから、そう、なんか電車に黒髪の若そうな女の子が一人で乗ってたら、そりゃこの子何してんだって目で見られるじゃんか。だからその時はめちゃめちゃ濃いメイクして、なんかもう青入れてたの、この中に。でわざわざ見えるように髪の毛もして、なんか私は舐められる女じゃないよっていうのをすごいアピールしてたの。だからね、そう、人が多いとこダメだったの、もともと。だけど今はまあ慣れた。あんまりそのめっちゃね、今はめちゃめちゃダメなわけじゃないよ。でもあんまり好きではないかな。初見です、ありがとう。そうそう、自己防衛してた。そうそうそう、そうなの。だからそしたらなんか自然と自分が強くなった気でいられたね。いや、そうそう、大丈夫大丈夫、もうね、大丈夫、もう電車乗れるよ。そう、今は笑える話なの。そうそう、インナーがね、お守りみたいになってた。そう、アイドルになれたのはやっぱりね、立ち直れたからだよね。今は元気なので。そう、克服したから。だからみんなとこうやってお話できてるの。そう、
おねるしん時金髪してた？マジ？未完全支えなきゃ、支えなきゃ、支えてほしいな。そうそうそう、自分なりに対処法がねできたから。うん、そうそうそう。ところで未完全とは、未完全は未完全 TV です。はなな惚れ直した、嬉しいな。アフロしてました、すごいね。はな眠くない今。あ、ちょっと眠い。なんかそうやって言う、なんかさ、はな本当に影響されやすいのね。眠いとか言われてなんか眠くなってきちゃう。12期生可愛いので仲良くしてください。してますよ。支えなきゃしかない可愛さ。お腹空いてない、お腹空いてない。 親子丼食べた。染める髪がありません。ごめんなさい。そうそうそう、私も誰かの元気の源になりたいな。何時までします？アイドルイベントで行くようになって僕も引きこもる。やっぱそうだよね、アイドルって強いよね。何時までしますかは、あれ待って、だるまめっちゃ来た、ありがとう。11時までのつもりだけど今って何時ですか？はなちゃんと楽しく話ができそう、嬉しい。ぜひお話し会とかあったら来てね。11時3分、あ違う、11時までじゃないです、11時半までやろうと思ってたんです。1時間やろうと思ってた。他人丼知らないです。親子丼は半熟派ってか半熟しかなくないですか？どうですか？涙目じゃないですよ今日は。ちゃんとちゃんと目です。お腹空いたなら食べていいよ、食べながら見てくれたら嬉しいけど。金髪でマインディッシュのところだけど、私の前でそんなことって本当にあるんですか？うん、時間を教えてくれてありがとうね。いい子に育ちました。親花菜のために。うん。こんばんは。おねみやから見るうるうるしてる。なんかさ、本当によくさ、うるうるしてるって言われるけどさ、そんな自覚なし。元気のもと嬉しい。12期生全員フォローしてたけど、クラムちゃん、高野ちゃんとコガちゃん3人になった。最年長組じゃん。最年長が好きなの？まつげ上がってて可愛い、もっと見せてあげる。僕はもう眠なの？大丈夫？金髪？髪が痛みそうだね。食べてるよ、春雨サラダとタコ以外食べてますよ。汗弱い、汗弱いの。ゆるゆるしてる？本当に？潤いたっぷりのお目目。年下が好みなんだ。年下花。松葉はね、でも最近行ってないよ。その加入前に行ってた。タコありがとうね。年長組しか勝たん、嬉しい。明日休みなの？いいな。寝かしてくれないやなな、ごめんね。目の圧感じた？アップちょっと怖い、ごめんね。急に泣くから心配。大丈夫だよ。はななが可愛すぎて寝れない？じゃあ同じタイミングで寝ようね。今の高校の頃の話、大丈夫です。課題は学校のです。 SKE の岐阜面みんなにいる。目力すごい？そんなにある？目力。
今日ちょっとお化粧してるからかな。あ、ピロ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 音はあの防犯カメラの音。はななの同級生になりたかった？今からでもなれるよきっと。今から明日のお弁当大変だね、頑張って。目力ある。この2週間で可愛くなりすぎじゃないですか。嬉しい。全然知らないけど推しメンとかいますか？どのグループですか？あっさり、何に対してのあっさりか。あ、違う、インターホンじゃないよ。あ、生添え花さつきちゃんかもね。パッチリお目目が可愛い。ありがとう。長良川のような澄んだ目をして。長良川、長良川か。川川こんばんは。公園でのレースが楽しみ。レースするよ。ノイミー好きだよ。ノットイコールミーさんね。ポスト見てる。どっち側のお顔が好き？こっち側。ドブ川みたいな目？ドブ川って何？そんな目の人いないよきっと。みんなドブの川ってことでしょ。そんなのいないよ。SKE だと北野さんが可愛いなって思ってて、あとは好きなグループは乃木坂46さんとノットイコールミーさんとニアリーイコールジョイさん、イコールラブさんとかが好きですね。乃木坂46さんだと一ノ瀬美空ちゃんが、あ、美空ちゃんって言ってまた、一ノ瀬美空さんが今は一押しです。で、もともと堀美央奈さんが好きでした。とか二期生さんが好きでした。だけど今は一ノ瀬美空さんが好きです。あとはノットイコールミーだと荻原さんが好きです。ニアリーイコールジョイだと大西葵さんが好きです。イコールラブさんだと斉藤キアラさんが好きです。留守来たら照れて見せ、見つめ合おうよ。北野瑠香さん可愛いですよね。可愛い。 SK48 は北野さんが好きですよ。そう、推しと同じ名前です。DD の D。 ルカさんさっき会ってきました。羨ましいです。乃木坂ファンのお友達いますよ。違う、 DD じゃないの。グループに一人。あ、そうです、太田さんも可愛くて好きです。岐阜県出身の方は、あとは鈴木さんもですよね。可愛いですよね。てか SKE の方みんな可愛いです。アナスターシャ私も好きです。 DD だDD かな。これって DD なんですか。 DD か。見つめ合うと素直におしゃべりで、なんか、何かの歌詞じゃなかったですか。違いました。グループ違ったらセーフそうです、グループに一人、グループに一人です。あ、そうですね、そうですね。鬼別っていうか鬼ごとに推しがいるのと同じくらい。ココちゃんおすすめ。あ、鈴木さんですか。かわいいですよね。金に2人ぐらいはいいかな。はい。倒し楽しいですか。誰推しなんですか。
はーちゃんだけですか？嬉しい。そうです、岐阜出身のメンバーの方、可愛い人多くて、ほんと可愛い人ばっかりで、皆さん可愛いんですけどね、岐阜出身の方じゃなくても各チームに一人、そういうことか。確かに12期はサラーナ推しですか？嬉しい。サザンの津波、サザンオールスターさん、我々好きに6人推しいるんですか？いいことじゃないですか。何人から DD？ 8。毎度じゃみんな可愛いですよね。太田さん顔ちっちゃいですよね。わかります。毎回びっくりする、顔ちっちゃくて。木に2人以上いたらまあギリ DD ですかね。僕は花なんだっけ。嬉しい。リメナさんのイベント行きましたか。いや、わかります。あ、だるまありがとう。花なんしか、本当にお仕事をねできるように頑張ります。はじめまして。あ、結婚して2つも来てる。花のこと一番好きならね。花なんしか見えない。あ、8多いですか。じゃあ6、5、5、5が DD ですかね。あ、ちょっとやらかし。いや、本当にね、エゴさんも顔ちっちゃかったです。本当にびっくり。12期で花ちゃんが一番なら良きですか。良きです。あ、顔が小さいのですか。みんな顔ちっちゃいですよ、12期。いや、本当に あ、ポストしてください。11人まで倒しは結構握手。いや、あのね、アイドルになって分かったことは、アイドルはみんな顔がちっちゃいです。そして細いです。本当に花皿推しはタウン施設イカよりタコ派です。ツーショット会は遠近法を使います。どうやって。花はね、顔そんなちっちゃくないと思うよ。手が大きいからちょっとこっちやるとダメだけど。そう、アイドルは本当に実物が華奢で小柄で顔がちっちゃい。なるほどね、推しが多いとそんなところがあるんですね。みんな華奢。はじめまして。花の入れたら8人以上いいよ。でも手と一緒に撮影すると小さく見える。うん、サラと手比べしたことあるよ。サラ手ちっちゃい。第一関節このぐらいない。はにゃにゃ、実物はおかテニスぐらい、テニスボールぐらいちっちゃかったらいいんですけどね。本当に守ってあげたいって思う。そうだね、守ってもらえるといいな。僕も華奢ですか生自身のポーズのバリア増やしてこ。写真まして難しい。なんかアーシャ撮影の時も本当に難しかったです。
守ってくれますか？どうもどうも、かわいいですか？個別写真あるんですかね？どうなんでしょうね。わからない、私。でもあったら嬉しいですよね。今朝のネオグヌ写真はすっぴんですよ。もうガチ寝起き。起きて、パシャッ、クッってなりました。ココハン背高いですよ。守ってほしい。守ります。アシャよりシュールームの方が可愛い？嬉しいです。可愛い？嬉しい。ありがとうね、ギフト。待って。ハーちゃんグッズいつごろ？わかんないです。何も知らない。買ってくれるの？すっぴん可愛いですか？嬉しいです。今日はお化粧してますけどね。マレーシアでモテモテだったんじゃない？え？そんなことなかったですけどね。ハートいっぱいありがとうね。だって言うてでもモテモテって言っても、だって小学生じゃないですか。クララ。クララって呼んでくれてるんですか？初めて呼ばれた。実物花ならもっと可愛い？かな。すっぴんでも可愛いですか？今日は可愛いですか？お化粧しているから。いやー、いつもすっぴんばっかりだから、ちょっとお化粧しようと思って、お化粧したら可愛いって言ってもらえるかなって。あ、待って。星もありがとうだし、ペンライトもありがとう。マレーシアの女神様？そんなことないよ。あ、ありがとう。くられないです。そんなに今日も可愛い、にっこり、すっぴんも可愛い、嬉しい。実物会いたいな。会いたいね、みんなに会いたい。ね、劇場とか握手会で会えるように頑張るね。あ、声出していこうぜ。あれありますよね、12期の。お疲れ様。あと10分なの？あ、告られることがそんなに。あ、あんまりこういう話良くないですよ。来年のどこかで会いたいですね。会えるまで CG だと思ってます。全然 CG 顔じゃないじゃないですか。ちゃんと実物する顔じゃないですか。はななん好きですか？嬉しい。公演とか特会ね、早くして会いたいですね、みんなに。ハートのなんかバッテリーみたいな、ありがとう。確かめてください、本当に存在するか。結婚して花のこと一番好きならいいよ。 DD はウェルカムですね。ちゃんと会いに来てくれたらね。おでん食べましたよ。なんかハートのボンボンボンってやつ。花皿コンビ。花皿は今日も仲良しでした。ずっとくっついてた。22分、今スクショした、みんな私の顔。岐阜の街歩いてたら花ちゃんに会えるかな。どうでしょうね。花皿コカ、そうです、コカハンも一緒にいました。みやびちゃんもいました。星ありがとう。黄色と緑もありがとう。今日もいっぱいポストしてくれた？嬉しい。サータンはオイラの夢？違います。俺の夢です。ちょっと待って、目の中に何か入った気がする。もう一個。
ウィンク？どう？急に遠征してくれますか？スクショタイムいりますか？待って待って、めっちゃめっちゃ赤くなってる顔、嘘でしょ。めくってめちゃくちゃ可愛いかよ。そうですそうですそうです、サイリウムの色はそうです。好きになっちゃった。今の何のポーズ？ハーフツイン、ハート。どう？かわいい？熱上がってきた？かわいそうだね。大丈夫？ポカリ飲んでね。あざとい？ショールームのアプリ落ちた？嘘でしょ。釣られちゃう？釣っちゃうポーズ。鬼。うさぎ。あざとかわいい、あざとかわいいですね。見事に釣られました。おでこやば。あとなんだろう、おでこ出てますポーズ。4分前、やばいね、めっちゃ秒で読まなきゃ。あ、ありがとね、なんかラブレターみたいなの。13位が猫ちゃん、12位が初めて見るクマのピンクいクマ、11位が女の子のぬいぐるみ、10位がメロンパン犬、9位が、あ、これこないだ教えてもらったよね、くるしまさんの旗持ってる方、8位は警察官、7位はたこ焼き犬、6位は緑のうちわ、5位はこのみちゃん、4位は群馬の人3位はパンダ、2位はカニラスカル、1位は虚無ひよこです。今日も配信見てくれてありがとうね、大好きだよ。チュ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 、またなん、またなんて可愛いね、またなん。
チュ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 、ありがとう。クララって初めて呼ばれてる、嬉しい。おやすみ、またな。明日の朝配信、サラの朝配信でね、みんな、またな。バイバイ、おやすみね。バイバイ、ポスト見るね、返信もしてね。おやすみ、みんな。明日お話しようね。そうだね、うまい、みんな。おやすみ、また明日。まだ1分ぐらいある、あとちょっとだね。ポスト見てるからしてね。ハート、そう、最近は事故ないんだから、だからね。手持ちだよ。バイバーイ。キュンです。エクボに指輪入れちゃダメです。バイバイ。半になったかな。バイバイ、また明日ねー。